丈夫？本当にお久しぶりです、ランディさん、ユーナさんたちも。兄様、よかった。お姿が見られて。ええ、成り行きで少し妙なことになってしまったみたいですが、エリゼさんと一緒に皆さんをサポートさせていただきます。様たちのために精一杯頑張らせていただきますね。これで難易度としては妥当なレベルに落とし込めただろう。シュバルツァー、ホールランド、7組に4番弟子も異論はないだろうな。
これよりアインヘル商用剤最終レベル X の攻略を開始する。待ち受ける彼らに示すぞ俺たちの意地と覚悟を。攻略を開始しよう。なめんな。しゃらくせえ。お返しだ。行くぞ。行くぜ。はあ、私の番です。撤退を開始します。バトンタッチです。任せてくれ。任せろや。行くぞ。はっ、行くぜ。ぜい、崩れたぜ。突き上げ。よし。お返しさん、任せろ。ほら、とっとと行くぞ。コソ泥みてえだな。な、何これ。 EP を吸収する特殊フィールド。ええ、長いするとEP がゼロになるかと。左前方にある端末で解除してください。せい、せい、一気に行くぞ。こいつはどうだい。クリムゾン剣雨マイル、下がれ。負けられない。みんなのためにも。やってくれんじゃねえか。この先も似たようなエリアがいくつかあります。どうかお気をつけて。よいしょよいしょ。いつでも行ける。はっ、隙だらけだぜ。こいつはどうだい。クリムゾン剣雨任せ。
ったぜ。崩れたぜ。もらった。僕の番だな。崩れた。行くぞ。今だ。もらった。お疲れ様です、ランディさん。おいよ、リーンもお疲れさん。決めんぞ。任せろよ。僕の番だ。行くぞ。はっ、上げていこうぜ。こいつはどうだい。クリムゾン崩れたぜ。スペアリ行くぞ。そこだ。もらった。マイル。セイ。見たか、八葉が一刀。またかよ。端末が見当たらないということは。ええ、情報にご注意を。強敵か。強敵だ。気をつけろ。届け先行陣交流。崩れた。行くぜ。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル。崩れたぜ。スペアリ行くぞ。任せろや。おまけだ。油断大敵ってな。チャンスだ。もらった。僕の番だな。崩れた。そこで消した。おい、負けた。よっしゃ。僕たちの相手じゃないな。まだまだいけるぜ。解除できたか。あのマッド博士。 EP 吸収フィールド、すごい発明だとは思いますけど。
ドキしますね。さあさあさあ、みんな準備はいいか。崩れた、もらった、いいぜ。ほらよっと、行きやがれ、崩れたぜ、もらった、うん、お返しさん、ありがとうよ。俺の番だな。ほらよっと、行きやがれ、チャンスだ、もらった、俺の番だな、ぜい、チャンスだ、スキャリ、よし、崩れた、もらった、マイル、セイ、俺の番だな、ゼイ、崩れたぜ、スキャリ、いいぜ、ふ、崩れたぜ、もらった、行くぞ、行くぞ、セイ、見たか、八王が一刀、よし、掴んだ、行くぜ、そこだ、そこだ、そこだ、任せろや、行くぞ、マイル、セイヤ、気をつけろ、気をつけろ、とっととずらかるぞ、届け、先行陣、降臨、はあ、崩れたぜ、スキャリ、行くぞ、はっ、任せろや、チャンスだ、もらった、僕の番だな、見切った、お返しだ、おうよ、チャンスだ、俺の番だな、今だ、もらった、お疲れ様です。セイ！はっ！なんでこんなとこ？俺の番だな、せい、隙だらけだぜ、行くぞ、行くぜ、はっ、いいぜ、
行くぜ。はあ、俺の番だな。はあ、今だ。お疲れ様です、ランディ。行くぜ。任せろや。行くぞ。行くぞ。お宝じゃねえか。かかってこいや。こいつ崩れたぜ。よし、あなたか。俺の番だな。今だ。もらった。行くぜ。こいついいぜ。行くぞ。そうだ。お返しだ。マイル。せい。負けられない。みんなのためにも。急いで端末を元に戻すぞ。トレジャーを発見しました。開いたみたいですね。ええ、あとはもう一つの端末ですね。動かすと近道となる足場が上がりますので。さあ、うん、
せや。歯ごたえありそうじゃねえか。打ちのめすぞ。おうよ、こいつはチャンスだ。スキアリ、俺の番だな。さて、よし、そっと、もらった。俺の番だな。やあ、おうよ、はあ、崩れたぜ。やり、俺の番だな。ああ、崩れたぜ。もう参る。崩れた。みんな一気に決めるぞ。アイスター出せる。僕の番だな。崩れた。もらった。行くぜ。いいぜ。行くぞ。せい。僕の番だな。さあ、先に進もう。まだまだこれからだ。成長して各種ステータスアップです。レベルアップです。よし、やったわ。まだ続いているらしいな。おいおい、またあのトラップじゃねえだろうな。いえ、そこにはありませんが、新規のトラップが別の場所にあります。バズル的な構造のフロアにもなっているので、ご注意を。了解、ギミックには注意して進もう。行くぜ。はあ、そこだ。さあ、決める。そこだ。俺の番だな。よし、俺の番だな。行くぜ。はあ、任せろ。よし、俺の番だな。生き返るな。はっ、チャンスだ。崩れた。行くぜ。こいつ、チャンスだ。スキアリ、俺の番だな。行くぞ。そこだ。もらった。しゃらくせ。よし、崩れた。もら
どめだ。行くぞ。はっ、崩れた。もらった。任せろや。はっ、俺の番だな。はっ、チャンスだ。突き上げ。僕の番だな。さあ先に進もう。7組の力だ。予想以上に厄介だな。ああ、なんてものを発明しやがるっつうか。適正対象クリア。もう大丈夫です。壁際にある端末を探してみてください。予想の斜め上でしたね。ったく、さすがに容赦なさすぎじゃねえか。あ、お疲れ様です。この先にもう一箇所あるので備えていてください。ええ。してもらうぞ。はっ、俺の番だな。はっ、チャンスだ。突き上げ。俺の番だな。はっ、行くぞ。はっ、お返しさ。俺の番だな。俺の任せろや。僕の番だな。さあ先に進もう。
強敵です。皆さんご注意を。そこだ、強敵だ。気をつけろ。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル、チャンスだ。やり、よし。マイル、いいぜ。お返しだ。僕の番だな。もらった。行くぞ。俺の番だな。レイ、チャンスだ。よっしゃ。いいぜ。俺の番だな。崩れた。よし、はっ、崩れた。さあ、ありがとう。俺の番だな。今だ。もらった。行くぜ。こいつ。僕の番だな。任せろや。崩れたぜ。もらった。俺の番だな。せい。よし、はっ、お返しだ。行くぜ。これで俺の番だな。行くぞ。僕の番だな。まずいな。ありがとうございます。甘いっての。お返しだ。僕の番だ。さあ、先に進もう。
任せろよ。僕の番だな。マイル。セイ。はっ。いつでも行ける。できました。しかしすごい発明ですね。もう少し有意義なことに使ってくれたらいいのに。まあああいう人には今さらなのではないかと。こら、聞こえているぞ。切り替わった。ああ、は別の場所に行けそうだな。ええ、そこを飛び降りて別の端末を探してみてください。なんとなくつかめてきやがったな。はっ。ええ、次は奥への道を開く端末でしょうか。俺の番だな。そこだ、そこだ、そこだ。俺の番だな。よし、俺の番だな。うう、生き返るな。手にとって不足はねえ。届け。今だ。おうよ、チャンスだ。やり、任せろや。行くぞ。俺の番だな。よし、いいぜ。ほら、とっとと行くぞ。奥への道が開いたか。ええ、そこを飛び降りて先ほどの端末を戻してください。はっ。
俺の番だな。そこだ、そこだ、そこだ。任せろや、僕の番だな。行くぞ。よっしゃ、畳みかけるぞ。こ崩れたぜ。突き上げ。任せろや、僕の番だな。俺の番だな。はっ、甘い。見たか。ふふん、お宝発見。それでは参りましょうか。まだ続いてやがんのか。上げていこうぜ。行くぜ。こいつは崩れたぜ。やり、おうよ。俺の番だな。さて、お返しだ。行くぞ。今だ。もらった。お返しだ。俺の番。上等だぜ。俺の番だな。見たか。8、よし。
探索を開始します。まだ続いてやがんのか。はここは引き、よし、次に行こう。俺の番だな。こう、よし、次に行こう。強敵か。警戒を怠んなよ。強そうな敵。
注意しないと。そこだ、一気に行くぞ。ほらよ、ほら。さてと、あーばよ。Thank you.
まだ続いているらしいな。みんな準備はいい。ここは引くぞ。よし、次に行こう。とっとと終わらせるぞ。とっとと、そんじゃまたな。そこだ。もらった。俺の番だな。崩れた。もらった。俺の番だな。来い。任せろ。ほら、とっとと。
強敵だ。気をつけろ。ここは引くぞ。よし、次に行こう。ありそうじゃねえか。さてとずらあーばよ。
れでやっと。はい、シューテイのルートが確保された状態になります。はっ、迂回して仮想に降りればめでたくレベルクリアですね。よし、もうひと踏ん張り。これにてレベル X は終了です。ね。ああ、エリゼのサポート感謝する。ティオスケもな。はあ。さすがに博士が豪語するだけはありますね。体力もそうですが、精神力も消費しました。ああ。いよいよ決戦だ。少し息を整えてから行こう。どうやら一区切りですね。面白い。させるか。お返しだ。おうよ。俺の番だな。なもんかね。よし、やったわ。さあ、どうやら区切りみてえだな。でも元気そうで何よりだぜ。ランディさんこそ
ユーナさんも来てくれてありがとうございます。そんなの当然じゃないですか。ここまでたどり着いたものだ。博士が容赦なく設定したというから、今回ばかりは無理かと思ったが。は、確かに理不尽極まりねえセッティングだったみてえだがな。たとえどんな難易度であっても乗り越えられない試練はないでしょう。7組やっていたランディさんが今までくぐってきた修羅場に比べれば。教官。ええ、その通りです。壁は乗り越えるためにあるってな。お二人のオペレーションもありがたかったですし。ふん、ハンデなど不要だったかもしれんな。もう博士。テストはまだ終わっていませんわよ。ああ、最後は俺たちが相手になろう。皇太子殿下に選ばれた一組選抜メンバーとしてな。エイダ、フリッツ。デートの特別演習で私たちと競ったメンバーですか。さらにミハイル少佐が指揮官を。万全の布陣みたいですね。ああ、彼らは帝国各地の紹介で幻獣や魔皇兵の制圧も成し遂げた。実戦経験という意味ではもはや7組に勝るとも劣るまい。なるほど、デートの時とは面構えがまるで違うわけだぜ。本気みたいだね。あの聖杯前みたいに私たちと。ええ、ですがあの時とは少し違いますわよ、ユーナ。思えばあれからずっと私たちは見失いつつありました。一体私たちは何のために戦っているのかと。最初は殿下の騎士としてあり続ければいいと思っていた。だが殿下や本校のあり方が変わり、秩序が混沌に飲み込まれつつある今、見つめ直すべきだと気づいたのだ。世の礎たれ、獅子神皇帝が残したその言葉を。そうか、君たちもまさしくトールズなんだな。必要なんだね、私たちと全力で戦うことが。ええ、幾度となく対立し互いを高め合えたあなたたちならば。あり方を推し量るには
これ以上の相手はないと考える。立ち会ってくれるな、ヴァンダール。わかった、フリッツ。だったら気が済むまでとことん付き合ってやるか。全力で応えます。同じトールズ生として、1組と7組、魂と魂のぶつかり合いといきましょう。見ていてください、博士。よかろう、見届けさせてもらうぞ。1組、迎撃開始。シバルサーとウルランド、オーバルギアには注意せよ。相手をしてもらうぜ、旦那。必ず突破するぞ。7組、ティータも。イエスサー。さあ、互いに全力を尽くすぞ。行きますわよ。覚悟してもらう。一組総員、突進。行くぞ。届け、先行陣、交流。マイル。マイル。シートを目。まだ終わりではないぞ。ありえませんわ。倒れるわけにはいかん。行くぞ。甘いっての。お返しだ。終わりぞ。行くぜ。力だ。まだまだこれからだ。各種ステータスアップ。レベル。決着ですか。やるじゃない。ここまでか。ええ、乾杯ですわね。はっ、抜かしてんじゃねえ。ええ、数も上回っていたのにここまで苦戦させられるなんて。うん、さすがエイドたちっていうか。
勝ったなんて思わない。それに正しいとも。それよりやっと一組と本気でぶつかり合えた気がする。ちょっとは役に立てたかな。言うな。あなたたちの覚悟しかと見せてもらいましたから。これで俺たちもようやく前を向くことができそうだ。礼を言う七組。ああ、こちらこそ。どいつもこいつも立派になったっつうか。最初はどうなるかと思ったが、改めて教官ってのも悪くねえもんだ。そうだな。人の世は移ろっても、トールスはトールスか。兄様！エリゼ！痩せたみたいだな。すまない、心配ばかりかけて。この髪や目のことも。関係ありません。兄様がどんな風になろうと、兄様は戻ってきてくださって。こうして私の元に来て抱きしめてくれました。それだけで私は。ありがとう。俺の方だって同じだ。よかった。よかったねエリゼさん。ランディさんもお疲れ様です。ありがとうございました。本当。ティオスケもな、ナイスオペレーションだったぜ。これにて最終テストも終了。結果としては上出来と言えるだろう。四番弟子貴様のオーバルギアも課題の大半をクリアできていた。合格点をくれてやる。多少はラッセルに近づいたようだな。はい、ありがとうございます。ここでの研究は完了。もう一つの方も大詰めか。心置きなくあれの見届けに取り掛かれそうだな。
ランクアップだね。皇位様からの賜り物だよ。うわっ、